さあ、米ソ冷戦の時代、第三回目。今回は対立するアメリカとソ連がそれぞれ作っていく軍事ブロックというのを見ていきたいと思います。今回のポイントは大きく二つございます。まずはこの二つのポイントを確認していきましょう。一点目がこちらです。まずはドイツをめぐってトラブルが発生します。東西ドイツへの分裂は回避不可能。 アメリカイギリスフランスソ連四カ国で管理していたドイツに一体何があったのか注目していきますそして二点目がこちらです米ソ両陣営の経済・軍事同盟の成立ますます対立を深めていく米ソ両陣営一体どうなっていくのか見ていきますさあ今回はこの二つのポイントに沿って 米ソ両陣営の軍事ブロックの成立一緒に勉強していきましょうポイントの一点目ですさあドイツをめぐってトラブルが発生します当時のドイツに一体何があったのか見ていきましょう皆さんまずは思い出してみてください当時のドイツは四つの国で管理してました 東側ドイツをソ連が西側ドイツをアメリカイギリスフランスが管理しさらにこれは都のベルリンも同じような管理方法をとります東ベルリンがソ連西ベルリンがアメリカイギリスフランスで管理していたんですねそんな中ドイツの西側地区である動きがありましたそれが通貨改革だったんですね なんとアメリカイギリスフランスが管理する西側ドイツで通貨改革を行う独立の準備を始めちゃったんですこれはソ連に無断で行われたのでもちろんソ連は怒ります何を勝手なことをしてるんだと俺は聞いてないぞそこでソ連は嫌がらせをしました。そののの嫌ががららせというのがこちでですすソ連のベルリン封鎖です 言葉に気をつけてください封鎖です壁ではありませんこのベルリン封鎖というのは一体どういうものか西ベルリンへの交通を遮断したんですさあ具体的に地図でちょっと確認していきたいと思いますさあ皆さん地図をご覧ください今この白い枠で囲ってあるところが当時のドイツここ塗りつぶしがある地域が西側地区 塗りつぶしない地域が東側地区です都のベルリンは実はこの地域にあるんですねそしてこのベルリンというのは西ベルリンの人たちこの西側ドイツと専用高速道路で結ばれていたんです西ベルリンへの物資というのはこの道路を使って運搬されていたその道路を遮断したのが このベルリン封鎖と呼ばれる出来事なんですソ連側の嫌がらせと思ってくださいさあアメリカはこれに屈しません道路が使えないんだったらじゃあ空を使ってやろうアメリカはおよそ1年間セスナを何回も何回もピストン輸送させますそして西ベルリンに空輸することによって物資を運んでいったんですこのベルリン封鎖が行われている1年間というのは アメリカとソ連が喧嘩するんじゃないかと世界の人々をドキドキさせたと言われますそしてついにベルリン封鎖が解除され西側地域東側地域それぞれ独立をしていきますさあそれがこちらですまずはアメリカイギリスフランスが管理していた西側地区はドイツはい言葉に気をつける連邦共和国一方ソ連が管理していた東側地域は ドイツ民主共和国通称西ドイツと東ドイツに分かれてしまったんですそして中でも西ドイツの人物ぜひとも皆さんに覚えていただきたいそれがこちらの人ですアデナウアーという首相ですこの人すごい人です西ドイツの首相アデナウアーは奇跡と呼ばれる 経済復興を実現したんです西ドイツの首相アデナウアーは世界大戦の痛手から急速にドイツを復興させたことで知られる人物だからこの人の名前だけは是非とも覚えてあげよう一方の東ドイツは経済復興にはあままり成功しませんなので西側は大いに繁栄東側はそのまま停滞状態になり 世界大戦の終わった後ドイツはこのように米ソの冷戦関係に巻き込まれていたということですポイントの二点目ですさあ米ソ両陣営経済的軍事的な同盟ができていきますさらに深まるアメリカソ連両者の対立見ていきましょうさあ まずは最初に動いたのは資本主義陣営ですヨーロッパ経済協力機構通称 OEEC というのを発足させますこれはマーシャルプランの受け入れ機関として作られたもの資本主義陣営は経済的にもこのように集まって協力を深めていったというわけです一方ソ連側の社会主義陣営はこのような動きを取ります コメコン総経済相互援助会議とも言われるんですけれどもこれはソ連を中心とする社会主義国の経済会議上のヨーロッパ経済協力機構に対抗するためにできた組織なんですこのように経済的な対立というのも生まれてしまったさらにそれだけではありません 今度は資本主義陣営このような組織を作りますそれがこちらです北大西洋条約機構通称 NATO アメリカを中心とした12カ国の反共軍事同盟ですもし社会主義国と何か争いや戦争になったらみんなで協力して戦おうという組織そして 西ドイツも後に再軍備を果たして NATO に加盟するなどこの NATO の勢力というのは徐々に徐々に拡大していくわけです一方のソ連社会主義陣営はどうするかそれがこちらを見てくださいなんとですね NATO が結成されたその直後にソ連の核実験が成功してしまいますアメリカに次ぐ世界で二番目の 核保有国になったそしてそのソ連を筆頭に作った軍事同盟をワルシャワ条約機構と言いますソ連が中心となって NATO に対抗する形で生まれた軍事同盟だということですさあアメリカとソ連の喧嘩は政治的なものだけではなく経済的そして軍事的なものに拡大していったということをしっかりと 覚えておきましょうさあそれでは今日一緒に勉強してきた内容を今から確認していきましょう今回のポイントは大きく二つに分かれてましたまず最初のポイント一ではドイツをめぐるトラブルというのを見てきたんです当時のドイツはアメリカイギリスフランスソ連四つの国で管理していましたが アメリカイギリスフランスが管理する西側地区で勝手にですね、通貨改革というのが行われましたソ連に黙って勝手に行われたんですそしてこの通貨改革に腹を立てたソ連は嫌がらせとして西ベルリンへの交通を遮断しますこれを ベルリン封鎖と呼ぶんですねそしてこのベルリン封鎖はおよそ1年間続きアメリカは対抗して陸上ではなく飛行機を使って物資を運搬していましたそしてこのベルリン封鎖が解除されて西側ドイツと東側ドイツは分かれて独立していくことになります西ドイツの正式名は ドイツ連邦共和国初代首相はアデナウアーです一方の東ドイツはドイツ民主共和国東ドイツは残念ながら経済復興にはあまり成功してはいません西ドイツの方が圧倒的に 有利な経済復興を遂げたわけですこのようにアメリカとソ連の対立がドイツにもこういう飛び火を与えてしまったというわけですそして二点目がこちらです米ソ両陣営の経済的軍事的な対立ですまず資本主義陣営はヨーロッパ経済協力機構組織これに対抗する形でソ連を中心に米コンと いうのが結成されますさらにアメリカを中心とした反共軍事同盟北大西洋条約機構ですこれを略して NATO と言いますアメリカが中心となって作った反共軍事同盟なんですねそしてこの NATO に対抗する形で ソ連を中心にできた軍事同盟それがワワルシャワ条約機構しかも当時ソ連は核実験に成功しているので世界で2番目の核保有国万が一北大西洋条約機構とワルシャワ条約機構が戦争になったらとんでもない被害が出てしまいます。このように さらに経済的にも軍事的にも対立を深め世界を巻き込んでいったのが冷戦と呼ばれるものなんですさあ皆さんこの次の授業では今度はヨーロッパからちょっと目を離してアジアに飛びます実はアジアでもアメリカとソ連のような資本主義と社会主義の対立というのが生まれていたんですスポットライトを中国と朝鮮に当てて この両地域で一体どういう対立があったのか一緒に勉強していきましょう。